ドラマの舞台となる分割支配されたアメリカ、高い城の男はフィリップ・ケ・ディックの同名の小説、高い城の男に基づく Amazon.com のテレビドラマである。第二次世界大戦で敗れた1960年代のアメリカの大部分はナチス・ドイツに並行され、世界的な大ナチス帝国の一部となり、西海岸は日本の傀儡国家として統治され、 両国の中間には中立地帯が置かれている。世界の大半は日本とナチスドイツに支配され、両国は表向きの友好関係の陰で冷戦状態にある。アメリカでは両国にこうするレジスタンス運動が密かに広がる。サンフランシスコとニューヨーク、そして中立地帯を主な部隊とし、体制を転覆させようとする、あるいは守ろうとする。 アメリカ人、日本人、ドイツ人たちによる群像劇である。高い城の男と呼ばれる謎の人物が収集する、自分たちの歴史とは全く異なる現実を撮影した、謎のフィルム、稲込みを目横たわるが出回り、フィルムを巡る争いが人々を巻き込む。設定や人物名など多くが原作とは異なり、原作にない内容が大幅に追加されている。シーズン1の10話が、 アマゾンビデオで2015年11月20日から配信され、シーズン2の10話が2016年12月15日に配信された。2017年1月3日にはシーズン3の制作が発表されて2018年10月5日に公開された。最終となるシーズン4は2019年11月15日に配信された。日本では 2016年12月13日に、シーズン1が、2017年1月27日には、シーズン2が、どちらも遅れて公開され、2018年10月5日には、シーズン3が、2019年11月15日には、最終シーズン4が、全世界と同時に配信された。サンフランシスコ日本人アメリカ人ニューヨーク、中立地帯ナチスドイツヨーロッパの大半とアフリカを、 主中に収め、旧アメリカ合衆国の内ロッキー山脈より、東側を統治する全体主義の超大国。首都は、ベルリンで、1962年には、総統であるアドルフ・ヒトラーは山中にある、総統大本営で執務している。原作小説と異なり傀儡国家を置かずに、帝国の一部として、アメリカ東部を支配しており、当該地域には、正常期の星がハーゲンクロイツとなった、 独自の旗が制定されている。厳格な人種政策が取られ、ユダヤ人や黒人は絶滅させられ、難病患者や身体障害者は安楽死させられる。各兵器のみならず、超音速旅客機を運用するなど優れた科学技術を持ち、首都ベルリンではヒトラーたちの構想した世界首都ゲルマニア計画が実現している。旧アメリカ合衆国内では、 レジスタンスの活動も活発である。日本とは表面的に友好関係を結んでいるものの、首脳部の中では日本との全面戦争で領土を拡大しようとする勢力も多い。旧アメリカ合衆国のうち、ロッキー山脈の西側とアラスカ等を国土とする日本の海外国家。満州国と同様に閣僚をはじめ養殖は日本人が占める。サンフランシスコにある。 日本政府総合本部ビルに政府機能が置かれている。法的にはユダヤ人は粛清対象となっているが、人種政策は大ナチス帝国に比較すれば緩やかでは、あるため逃亡してきたユダヤ人や黒人もいる。市街地には日本語の看板や表記が溢れ、テレビでは大相撲が放送されており、日本人の居住者も多い。銃の所持は日本人にのみ許可されている。 治安維持には憲兵隊が当たっており、レジスタンスと目された人物は裁判なしで処刑されるなど強権的な統治が行われている。イナチス帝国と比べ科学技術や生活環境は劣る。なお、劇中に登場する日本側の地図では原作同様アメリカ太平洋岸連邦と表記されている。大ナチス帝国と日本太平洋合衆国の間にある。 干渉地帯。旧カナダのノースウェストジュン州から、アルバータ州、旧アメリカのワシントン州、アイガホ州、モンタナ州、ワイオミング州、ユタ州、コロラド州、ニューメキシコ州のそれぞれ一部から構成される南北に細長い領域である。原作では、ロッキー・サンムヤ・ク連邦であるが、ドラマでは単に中立地帯と呼ばれ、統治機構なども登場しない。 国境の検問所は隣接する国の兵士によって警備されている。一般市民であっても車やバスで国境を越えることが可能である。中立地帯の中ではユダヤ人が商店を営むなど比較的自由がある反面、ナチスの息のかかった人物による私的な処刑が行われ、スパイが抜こするなど安全とは言い難い場所である。高い城の男も中立地帯にいるとされている。 ジュリアナ・トジが訪れたキャノンシティからは、サンフランシスコとを結ぶ、長距離バスが運行されている。大ナチス帝国と共に世界を支配する、アジア、オセアニアにまたがる広い範囲を国土とする大国。天皇を頂点とする、全体主義国家として描かれている。連合国軍に勝利した者の,の核開発をはじめとする、科学技術では大ナチス帝国に大きく、遅れをとっており、 軍事面のパワーバランスも劣勢である。皇太子など平和を求める人物がいる一方で、軍首脳の中には原爆を開発して、大ナチス帝国に先制核攻撃を加え、予防戦争をしようとする者も,もある。田上大臣の核策で、ナチスの原爆製造法を入手した後は、核兵器の戦力化を急ぐ。インド、オーストラリア、中国戦線では、反乱に主勢となっている。 フランクリン・ルーズベルト大統領は暗殺されて、ジョン・エヌガーナーが後継となり、1945年12月には、首都ワシントンがナチスによる原子爆弾投下で壊滅し、1947年には、数軸国側に降伏した。東部を中心とした国土の大部分は、大ナチス帝国に並行され、西海岸の数州は、海外国家の日本太平洋が死臭国となり、 ロッキー山脈沿いは中立地帯となっている。ダイナチス帝国と日本の統治に対抗する旧アメリカ合衆国市民の勢力。全米を統一する組織は存在せず、ジョーが潜入したニューヨークを拠点する組織、レミュエル・ワシントン率いるキャノンシティを拠点とする組織、ケイト・オーウェンズが所属するサンフランシスコの組織が登場する。別時間軸を描く複数のフィルムを、 アメリカ解放に向けた重要ものとして収集し、高い城の男に送り届ける。旧アメリカ合衆国東部の大ナチス帝国では、黒人が絶滅させられているため、中立地帯及び日本太平洋合衆国において、活動する黒人のみによる共産主義を信奉するレジスタンス組織である。大ナチス帝国の軍事組織。旧アメリカ合衆国では、 ニューヨークの超高層ビルに本部を置き、各地に部隊を駐留させている。隊員は、旧、ドイツ及び旧アメリカ出身のアーリア人種に限られる。略称は、SS で制服のエディショーにも刺繍されている。スミスラ将校や幕僚は、ドクロの紋章の聖望と黒い制服を着用する。レジスタンスを厳格に取り締まり、捜索時の射殺及び拷問も意図はない。 日本太平洋合衆国内の大使館にも兵士が駐在する。アメリカ出身者は腕章のデザインが異なっている。日本太平洋合衆国の治安維持を担当する軍事警察。隊員は全員が日本人である。私服捜査員の輝度が軍の階級である隊員と警察官の階級である警部を併用し、厚生労働省の身分証を提示するなど謎の多い。 組織である。私服捜査員と制服の隊員で構成され、14年式、拳銃や軍刀のほか銃器管銃を搭載した車両や、装甲兵員輸送車も装備し、レジスタンスの摘発に当たっている。本部施設内にガス室や銃殺用の処刑場を持ち、拘束した被疑者や市民を裁判なしで処刑することも少なくない。日本本国の陸軍で、 軍首脳の中では大ナチス帝国への先制攻撃を推進する勢力が強い。原爆の製造法を入手した後、サンフランシスコに倉庫に偽装した秘密工場を建設、旧アメリカ領で採掘したウランを使い原爆、製造に着手する。太平洋合衆国を訪れた小野田将軍が大臣である鏡を同活するなど、シビリアンコントロールとは無縁のようである。 合衆国の憲兵隊を直接指揮することもある。サンフランシスコ湾を基地とする。艦隊総司令官のチョコ提督は憲兵隊に対し旧アメリカ人に対する恩憲な対応を求める。サンフランシスコでの皇太子の警備に当たっていた日本の部隊。吹き替え版では皇宮警察であるが英語版でインペリアルガーズと呼ばれていることから日本本国から皇太子に同行した。 この衛兵のようである、64式小銃に酷似した銃を装備している。皇太子の演説会場では拳銃を持ったフランクが接近できるほどずさんな警備を行い、実際に狙撃が起きたことから指揮官は現場の公園内で切腹する。戦前の警察機構を引き継いだ自治体単位で設置されている警察でアメリカ人の警察官が所属している。シーズン一では、 ジョーのパンク修理を手伝った警官のほか、スミス大将襲撃の際に出動したニューヨーク市警と見られるパトカーが確認できる。サンフランシスコでは憲兵隊の指令を受けた私服警官がジュリアナの自宅の監視にあたる。サンフランシスコを拠点とする日系の暴力団。飲食店や風俗店を経営し、政府交換も顧客に持つ。違法薬物の密輸を行い、 ジュリアナやジョーを監禁し、レジスタンスに多額の身の白金を要求するなど犯罪行為でも荒稼ぎしている。気度率いる憲兵隊に情報を売り、密かにナチスとも取引する。情報収集能力はかなりのもので、首領岡村の情報により交代し狙撃事件の捜査は大きく進展することになる。中立地帯においては公式には活動できない憲兵隊に代わって、 主事の活動を行う。レジスタンスと親衛隊、憲兵隊が争奪戦を繰り広げる、複数の別世界の映像を記録した、おびただしい数の映写用ポジフィルム。旅人と呼ばれる人物が別世界からこの世界に持ち込む。リールに貼られたテープにザ・グラス・ホッパー・ライズ・ヘビーと手書きの文字で記されている。収集したフィルムを、レジスタンスは、 高い城の男こと放送アベンゼンに、新衛隊は、アドルフ・ヒトラー総統のもとにそれぞれ送り届けている。タイトルの由来は、作中では明らかにされていないが、旧約聖書に類似した一節がある。冒頭に、カウントダウンの数字があり、シーンが頻繁に切り替わることから、カメラで撮影されたままの生素材ではなく、何者かによって編集されている。 数多くの別世界の過去と未来の映像が存在し、アベンゼンの拠点では1940代から1950年代後半まで年ごとに分類された状態で保管されていた。過去を映したフィルムには現実とは異なる経緯で連合軍が勝利した世界大戦の結末も存在する。また未来を映したフィルムには核攻撃で焦土とかシータイが散乱するサンフランシスコと ナチス兵の制服を着た、ジョーブレイクに射殺されるフランクラ・レジスタンスの姿が映るものもある。高い城の男アベンゼンは、フィルムの映像を分析することで、これから起こり得る事象の把握を試みる。アベンゼンによれば一連のフィルム群には、現在の時間軸の世界に実在する、鍵となる複数の人物が登場するという、それらの人物の行動によって未来が変化するとも、語る。 アメリカ合衆国は日本に支配される西部の日本、太平洋合衆国、ドイツに支配される東部のダイナチス帝国、その間に挟まれた中立地帯のロッキー山脈連邦に散布されているダイナチス帝国の旗日本太平洋合衆国の旗1962年、アメリカ合衆国は日本の海外国家である西海岸の日本太平洋合衆国、 ドイツに支配される世界的大国の大ナチス帝国の一部で、ある東部、その間に挟まれた中立地帯であるロッキー三百連邦に散分されている。世界はほぼ日本とナチスによって分割され、ヨーロッパのユダヤ人は絶滅させられ、アフリカ全土は奴隷化されている。アメリカでもユダヤ人は虐殺され、わずかな数が隠れ住む。 日本太平洋合衆国のアメリカ人の大半は支配階級である日本人におもねる。ジュリアナ・クレインはサンフランシスコに住み合い気道を学ぶ。ジュリアナの妹はレジスタンスに加わり憲兵隊に射殺され死の直前に姉にあるフィルムを渡す。そこには第二次大戦で連合国が勝利しドイツと日本が敗れた改変歴史のニュースが収められている。ジュリアナは 妹の代わりに、ロッキー山脈連邦のキャノンシティに行って、フィルムを接触相手に渡そうとし、ニューヨークから来たトラック運転手のジョー・ブレイクと知り合う。ジョー・ブレイクは、実は大ナチス帝国の親衛隊のスパイであり、レジスタンスに潜入して、やはりフィルムをキャノンシティに運んでいる。高い城の男という、謎の人物が様々な未来を見せるフィルムを集め、 その代わりにレジスタンスを助けていることがわかる。大ナチス帝国ではヒトラーが病気で弱り、後継者たちは日本に戦争を仕掛けて、アメリカ西海岸も手に入れようと画策する。戦争を避けようとするナチス国防軍大佐のルドルフ・ウェゲナーと日本太平洋が衆国の田植貿易大臣は、密かに協力し、劣勢の日本政府に、 ナチスの核兵器の秘密をもたらして、両国の戦力を互角にしようとする。起土憲兵隊隊員はフィルムを追い、ジュリアナのボーイフレンドで、ユダヤ人のフランク・フリンクを尋問してその家族を殺し、フランクは日本への復讐を誓う。日本人相手に卑屈に骨董品を売るロバート・チルダンは、フランクと組んでも造品を日本人に売りつける。日本の皇太子が、 サンフランシスコ訪問中に狙撃され、キドはフランクを容疑者として追う。皇太子を狙撃したのは、実は日本との海戦の口実が欲しいナチスの一勢力で、あるが敗北が必死の戦争を避けたいキドは隠蔽する。ジョーは新しいフィルムを追ってニューヨークからサンフランシスコに来るが、スパイとしての使命とジュリアナへの愛の板挟みとなる。 東部でも白人はナチスにおもねえりユダヤ人と黒人を絶滅させ、ジョーの上司であるアメリカ人のナチス親衛大大将ジョン・スミスは冷国にレジスタンスを追い詰める。だが、息子の富士の病を知って義務である安楽死処理を躊躇する。ウェゲナーはラインハルト・ハイドリヒにヒトラー暗殺を強制されるが失敗して自殺し、ハイドリヒはスミスに逮捕される。ジュリアナは フィルムの秘密を知るため、レジスタンスに近づく。駅に頼り平和を求める田植えはジュリアナを雇い援助するが、不意に別世界のサンフランシスコに移動し、その光景を見て驚く。シーズン2はシーズン1の直後から始まる。それぞれ異なる時間線を持つ、多数の別世界が存在し、一部の人間は世界観を移動する能力を持ち、高い城の男やヒトラーは、 様々な別世界の映像を収めたフィルムを収集し、研究する。別世界の未来を参考にすることで、この世界の未来を改変できることがわかる。日本太平洋合衆国では、フランクはヤクザの力を借りて、江戸を憲兵隊から取り戻すが、日本への憎しみからレジスタンスに参加して、将軍を暗殺し、フランクの生死は不明となる。タウエは日本が敗れた別世界で、 死んだはずの妻と息子、その嫁となっているジュリアナに会い、ビキニ干渉水爆実験のフィルムを見て、核戦争を阻止するためにフィルムを元の世界に持ち帰る。東部では、ジョーはニューヨークに戻るが、ジュリアナが死んだと聞かされ、ドイツに行き首相の父ホイスマンと再会する。ドイツ文化に親しみ、女性映画監督のニコールと知り合い、疎遠だった父との関係を修復する。ジュリアナは、 サンフランシスコへの原爆投下を避けるため、大ナチス帝国に亡命して、スミスの保護を受け、高い城の男が示唆した謎の男ディクソンをニューヨークで探す。スミスは、富士の病に侵された息子、トーマスを安楽死から救うために診察した医師を殺し、トーマスをナチス社会から逃がす計画を立てる。ヒトラーが死んで後継となったホイスマンは、 圧倒的な軍事力で日本との核戦争を企てる。キドは日本による水爆実験であると偽って、鏡の持ち帰ったフィルムをスミスに渡し、日本の報復による大惨事を避けるよう説く。ジュリアナは、スミスの息子のスキャンダルの露見を防ぐ。スミスは、ベルリンに飛び場の助けでフィルムをナチス幹部に見せて、戦争を阻止し、ホイスマンの陰謀を暴露して失脚させ、 賞賛を浴びる。だがナチスに浸水するとマスは自らアウナックスを求める。高い城の男アベンゼンはジュリアナに会い様々な別世界を映すフィルムにおいてジュリアナは常に鍵となる人物であると話し死んだはずの妹トゥルーディに会わせる。レジスタンスの指導者は収集したフィルムをタガミに渡す。シーズン3はシーズン2の直後に始まる。 ヒムラーが相当となった大ナチス帝国は征服を止めず劣勢の日本を挑発する。ジュリアナはしばしば別世界のフラッシュバックを見るようになり、ドゥルーリを連れて中立地帯からサンフランシスコに行き伝状に保護される。ジョーはヒムラーの命でサンフランシスコに行き、ナチスからの亡命者を暗殺し、次にタガミを狙うがジュリアナに殺される。ジュリアナはナチスが 平行世界を進行しようとする計画を阻止するため、ワイアットと共に東部に向かう。途中の中立地帯では、エドとフランクに再会する。日本太平洋が衆国では、大ナチス帝国の石油金油により燃料が不足し、ナチスからの亡命者が暗殺され、タガミの命が狙われる。タウエはスミスと会談して、戦争を再び回避しようとする。タウエは木戸に、 平行世界の存在を打ち明ける。中立地帯では、火けを負ったフランクが、ユダヤ人の共同体に隠れ住み、レジスタンスを鼓舞するポスターを広めるが、軌道に探し出されて殺される。高い城の男アベンゼンはナチスに捕らえられる。東部の大ナチス帝国では、アメリカの歴史を抹消して、アメリカ人を忠実なる大ナチス帝国民に、作り変える計画イヤーゼロが立案され、 自由の金と自由の女神が破壊され、安楽死を選んだトーマスが称賛されるが、スミスとヘレンは苦悩する。スミスは、性敵との闘争を勝ち抜き、北アメリカ最高の減衰の地位につく。スミスは、家族、自国民の保護、そして、ナチスへの忠誠の狭間で揺れ、娘たちの遺伝病診断を恐れるヘレンは娘たちを連れて失踪する。ナチスは別世界から来た。 旅人の存在を知り、ペンシルバニア州の鉱山の秘密基地で別世界への扉を開く、装置の起動に成功する。ジュリアナは装置の破壊に失敗し捕らえられる。ヒムラーは狙撃される。転移した世界で自分自身が生存していた場合、転移した人物は死ぬことがわかる。シーズンの最後にジュリアナは別世界に転移する。 シーズン4はシーズン3の1年後に始まる。日本とナチスによる北米支配は崩壊する。日本太平洋が死中国では BCR が攻勢を強める。日本政府内の強硬派が田上を暗殺するが、キドの協力を得た皇太子平野の講和派が反撃して撤退を決める。BCR と白人たちが日本に代わって支配する。キドは息子を救うために、 ヤクザの顧問となって残留し、チルダンは日本人妻と共に日本に行こうとする。連合国の勝った平行世界にはジュリアナが移動している。トーマスが父の反対を押し切ってベトナム戦争に志願する。スミスに送られた工作員がジュリアナを殺そうとして、この世界のスミスを殺す。ジュリアナは駅に導かれ元の世界に戻る。スミスが平行世界に来て、 生きているトーマスに再会する。東部の大ナチス帝国では、ニーベンベルト計画により工作員が扉を通って平行世界に送られ、情報を持ち帰る。ヘレンと娘たちが中立地帯から戻るが、ジェニファーは反ナチス、エーミーがナチス支持者となって家庭は崩壊する。フーバーがスミス家を登場して、落とし入れようとする。スミスは先手を取って、ベルリンで、 ゴーツマン新衛隊大将と共謀して、クーデターを起こし、ゴーツマンとイナチス帝国を分け合って、北米帝国の総統となると、日本の撤退した西海岸に侵攻し、白人種以外を絶滅させる計画を立てる。これを知ったヘレンは、ジュリアナと内通して、レジスタンスがスミスを殺し、西海岸侵攻は中止される。平行世界から扉を通って、多くの人々がやってくる。 2010年に BBC がテレビドラマ化を発表した。ビッグの小説、アンドロイドは電気羊の夢を見るかの映画化作品であるブレードランナーを監督したリドリー・スコットが制作。葬式、ハワード・ベントンが脚本を務め、スコット・フリー・プロダクション、エレクトリック・シェパード・プロダクション、ヘッドライン・ピクチャーズ制作による全4話構成で、 BBC1 で放送されることが決まったが、その後は動きがなかった。2013年2月11日、アメリカのケーブルテレビ局である Sci-Fi がテレビドラマ化を発表した。BBC と同様に全4話構成で制作することになり、x ファイルシリーズのフランク・スポトニッツが脚本兼任でスコットと共に制作組織を担当することになった。しかし、 サイファイがドラマ化を断念したため、最終的にアマゾンスタジオがネットドラマ化を発表した。スコット、スポトニッツに加え、演出をパーソン・オブ・インターレスと犯罪予知ユニットのデビット・セメルが担当し、パイロット版が制作された。2015年1月15日にドラマシリーズ化、候補13作品中の一本として、パイロット版が公開され、13作品中最も、 視聴された作品となった。これを受け、2月19日に他の4作品とともにドラマシリーズ化が正式に決定し、7月に開催されたサンディエゴコミコンでは、第1話2話の試写会が行われた。シリーズは11月20日から Amazon ビデオで配信された。ブリティッシュコロンビア大学での撮影風景2014年10月1日にパイロット版の撮影が開始され、 サンフランシスコ、ニューヨーク、シアトル、ロザリンで撮影が行われた。シアトルでは、シアトルセンターモノレール、パラマウントシアターを使用したほか、パイクプレイスマーケットやジョージタウン地区の中心街、国際街での撮影が行われ、ロザリンでは、たどり着けば、アラスカのオープンセットで撮影が行われた。2015年4月からは、 カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバーの金融センターで撮影が行われ、5月から6月にかけてブリティッシュ・コロンビア大学でも撮影が行われた。2015年11月、ドラマ宣伝の一環として、ニューヨーク市地下鉄の車両座席に朝日旗やナチス・ドイツの国章をあしらった正常機をデザインしたが、市民から批判が殺到する騒動が起きた。デザインの掲示は、 ニューヨークシティトランジットオーソリティの許可を得て実施されたが、ニューヨーク市長ビルデブラシオは無責任で侮辱的だと批判し、amazon.com は12月まで掲示予定だったデザインの撤去を決定した。パイロット版は評価から高い評価を受け、ロッテントマトズには16件のレビューが寄せられ、リドリー・スコットにより第二次世界大戦後のディストピアが再現され、 放送開始後すぐに夢中にさせる内容となっており、他の作品とは異なるなどとして94%の支持を集めている。2016年の第68回プライムタイムエミー賞クリエイティブアートエミー賞において、撮影賞、シングルカメラシリーズ部門とメインタイトルデザイン賞を受賞した。ありがとうございます。